皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、人気のクレステッド月光の赤ちゃんが撮れましたということで動画にさせていただきたいと思います。クレステッド月光、ニューカレドニアのですね、珍しいヤモリなんですが、まあ、ペットとしてはもうかなり流通してまして、いろんな色が出てますね。で、こういったこうペアでお迎えしてだいたい10ヶ月なんですね。これちょうどお迎えした時の画像です。あの肩に乗ってるのが、これがメスですね。なかなか綺麗な個体です。でいろんな色があるんですね。モルフと言いますけれども、いろんな色があります。でこちらはこんな感じ、ちょっと金色っぽい感じですね。で、オスの方はちょっと地味なんですけれども、まあ、こんな感じで、オスの方はどちらかというと慣れていて、まあ可愛いですね。この手に触る感触っていうのがですね、とても可愛いのと、あとニューカレドニアに生息しているということで、天敵がなんか少ないみたいで、とてもあのおっとりしてるんですよね。だから普通ヤモリっていうのはちょろちょろとして逃げ回っちゃうような生き物なんですが、こちらのクレステッド月光は月光という名前がついてますけれども、あんまりこうすばしっこくない、こんな感じですね。ゆったりしてますね。まあ、こういうところがまた可愛らしいところですね。まあ、他にもですね、例えばレオパード月光とか人気のヤモリありますけれども、やっぱり手で触れられる、ハンドリングといって手で触れられる生き物っていうのはやっぱり可愛いので、ペットという感じがしますね。でここでですね、あの10ヶ月、まあ、ペアで一緒にあの飼っていまして、飼育してましたら卵を産んでくれるようになりました。まあ、卵を産むっていうのはやっぱりあの環境が良かったりとか、まあ、オスとメスの相性が良かったり、まあ、そういったことがあると思うんですね。まあ、そういったところでですね、あの不思議なんですが、1回に2個卵を産む性質なんですね。これはあの全てレオパード月光、クレステッド月光はですね、2個卵を産むということで、このように卵が生まれまして、そして、まあ、3ヶ月ぐらい経過してですね、このように赤ちゃんが生まれました。で実はまあ結構その後もバンバン産んでくれましてですね、今あの子供赤ちゃんが5匹、それから卵が2匹手元にあります。で1匹はちょっとですね、ここに入れてなくてですね、未熟児になってしまったので、まあ、私の方でですね、あの手厚く別に隔離しております。まあ、結構遺伝子っていうのは面白いなと思うんですが、あの先ほどの、メスの子ですね、メスの子にそっくりな色をして背中の感じも似てるんですよね。まあ、母ちゃんそっくりと書いてますけども、まあ、こんな感じでですね、あのまあ、決して安いあの生き物ではないですね。まあ、普通にあのこのぐらいの個体が2万とか3万とかで売ってる場合がありますけれども、まあ、そういったもの、まあ、高いあのモルフがいいもの、綺麗なものなんかは10万以上するという話も聞いてますので、まあ、そういう意味ではですね、あのクレステッド月光は結構あの、まあ、希少生物でもあるので安い生き物ではないんですが、意外と繁殖はできるなという感じですね。でまあ、こういった感じでですね、あの手間はかかります。結構赤ちゃんに関してはあの、まあ、置いた餌をあんまり食べなくて、あの手に持ってこう餌をペロペロ食べさせてあげるみたいなことをやらないといけないので、まあ、手間はかかるんですけれども、まあ、それも含めて、まあ、ベビーというのは可愛いなというふうに思いますね。まあ、こんな感じです。まあ、今10ヶ月でだいたい赤ちゃん5匹卵2個ということで、まあ、あんまりたくさん産んでしまってあのメスが消耗しないのかなという心配はありますので、あとそれからまあ今後も増やしていきたいとは思うんですけれども、あんまりメスが消耗してしまうといけないというのは常に気にしながらですね、あの赤ちゃんが見れたらまたいいなというふうに思ってます。まあ、今後この子どもたちが大きくなってまた繁殖ができるようになったりとか、他のモルフと混ぜたりとかするとですね、まあ、かなりですねブリードが成功したというふうに言えるかなというふうに思います。まあ、もちろんそのためには手間もかかりますので、まあ、どこまで増やせるのかというのはありますけれども、まあ、とても可愛い生き物だということで、まあ、大事に飼育していきたいなというふうに思います。まあ、木に登るのが得意で、結構虫を食べるというよりは植物、あの果物とかを食べてる生き物なんですね。ですので、まあ、私も人工餌をですね、あの与えていますけれども、あんまり虫を使わなくてもいいという意味でも、これからもっと人気が出るんではないかなというふうに思っております。
まあ、小さいあのクレステッド月光はですね、まあ、ヤモリっぽいといえばヤモリっぽいのかもしれませんけれども、まあ、それでもですね、やっぱりあのちょろちょろという感じで、あの逃げすばしっこく逃げるような感じではないですね。まあ、本当にあの動画ですとですね、触った感触がお伝えできないのが非常に残念なんですが、あの触ると本当にあのこの生き物なんか可愛いなというか、ペタッとこうした感触がとてもいいんですよね。何なんでしょうね、それあのなんて言うんでしょうかね、イメージ的にはなんていうのかな、吸盤みたいな感じですかね。まあ吸盤というかべったりくっつきはしないんですけども、なんかペタッとした感じなんですよね。これ不思議な感じですね。飼育した人はみんなそう言ってますけれども、まあ、この触り心地がなんともやみつきになっちゃいまして、まあ、このクレステッド月光に魅了されたという感じですね。まあ、ベビーがたくさんいるっていうのはなかなか嬉しいことですね、本当に。まあ、こうやってスプレーであの水を霧吹きしてあげますと、ペロペロと水は舐めたりとかしてますね。まあ、水分はそんな感じで、ヤモリの、あの、まあ、どんなヤモリも大体そうなんですけども、あの壁にあのスプレーをしてあげますと、ペロペロ舐めるみたいな感じで生きてますね。まあ、大人とほとんど同じ形をしてるんですよね。そこもまあトカゲなんでそんな感じなんだと思うんですけども、本当にほぼ、まあ、完全にミニチュア版というか同じ形してますね。まあ、これからですね、私はあの爬虫類両生類結構繁殖に挑戦していきたいと思うんですけども、その中で筆頭ですね、クレステッド月光を増やしていきたいというのはですね、でまあ未熟が生まれたというのも、あのこれもいろんな経験かなと、自然界ではちょっと生き残れないのかなというぐらい小さく生まれてきましたけども、ちょっとあの見た目あまりよろしくないんですけども、まあこういう子はもう口の周りに餌をくっつけてそれを舐めてもらうみたいな形で飼育してまして、どうしてもあの入れ物も汚れてしまいますの でレイアウトに虫が出てもいけないので、こんな感じで、まあ、ちょっと雑に見えるんですけど、こんな感じで飼育してます。で脱皮をしながらこんな小さな子も少しずつ大きくなってきました。まあ、ぜひこれからも成長を見届けたいと思います。アクアハウスチャンネル、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。